こんにちは、おざいします。はい、ということで本日は次元スタジオのビーラージおおーす。これを上がる日がもうエアマックスデーなんじゃないですかああ、そうか。エアマックスデーだ。 皆様どんなエマックス抱かれましたか。ぜひコメントでお願いします。って感じで。よろしい。終わるな終わるな。終わるな。るな <laughs> 何履いてるのかね。ちょっと気になるですね。この今日今日ね。そうやな。うん、タケはじゃああれですか。あれです。あれですか。何かというのは前回の動画見てください、ね。なんか引っ張りすぎてるからもう僕言わないです、ね。<laughs> 確かに引っ張りすぎてるな。何周も引っ張ってるから。 まあ26日になってるから3月ももう終わっていわゆる2023年は4分の1終わってますからそうですね早いなマジでっていう話をするとまあおっさんっぽくなるけど俺らのやってることってやっぱりある程度の刺激は多分一般の方からしたらある方やんそうですねもの自分で作りたいものまあそれは拓也はあれやけど俺は自分が思い描いてるものを作ってそれがものになって届いてそれをもちろんこう試行錯誤しながら どうやったら皆さんによく見えるかとかと、はい、そういうのを考えつつ発売に向けてやっていくっていう流れなんだけどそもそもそういうのが多分ないじゃないまあサラリーマンの方々はねまあ販売するっていうことももちろんないしさそれがダメってわけじゃないですよもちろんないんですけどただやっぱりそういう風な部分があるからこそちょっと早く感じる部分はあるのかなっていうか確かに、まあ、そうですよね、うん、あとね名刺作ったよねそうね <laughs> そもそも僕って名刺持ってなかったんですよそそもそもなかかいらっって思って思た人間で だけど、雑誌の方だったりとか、青森行った時の企業の方々とか、やっぱ名刺ってこういう身なりっていうかでも、もらうんだっていう風に、いや、30中盤人間が思うことじゃないかもしれないけど、なかなか良かったでしょ、あれ。いや、かっこいいっすうん。あるものをちょっとモチーフにしてるんで、まあ知ってる人がいたらね、あこれかっていう風になると思うんですけど、でも基本的にお客さんとか視聴者の方には名刺渡さないので、これはね、渡した方のお楽しみということで。裏とかすごいこだわってるじゃないですか。そうそうそうそ 新聞だったりとかあ、なるほど。あ、それいいね。ちょっと考えますわ。ここの住所だったりとか、はい、もろもろ書いてたりするから、なかなかあれやけど、それちょっと、デザインだけにしてね。いただきますって感じが面しいおるはい。ようやく、ステッカー作れるな。もう27回や <laughs> <laughs> 27回。周引きずっとるからね。<laughs> それの集計ちょっとお願いしますよ。<laughs> 頑張ります。<laughs> 今週買ったものありますか僕はラルフローレンの古着のシャツをもう一着買いましら、ちょっと紹介しますああはいはいお願いしますこれですね持ってなかった持ってない持ってないですねラルフローレンのシャツなんですけど形変わっててこれ XLT のトールクラシックフィットの形なんですけどコメントだったりとかでも多かったんですけどラルフローレンのシャツの企画だったりとかやってくださそう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 あったったすごいあったのでちょっとまとめてどっかのタイミングでいいですねやりたいなと思いますアパレルやっぱお互い好きですけど 自信持持っって、てでる俺そんな持ってないから持ってないしポロのシャツなんて何年着てないんだぐらいのレベルだから一応持ってたはいたんですか持ってはいるけどデニムシャツとかシャンブレーっぽい感じのやつとかはベタなやつで持ってたりするけどって感じだけどね今回はこういった感じのねチェックのタイプで買わせていただきましたありがとうございます 僕はあるんですけど今じゃないそれこそ特にこれエアマックスでしょ今紹介することじゃないわあ本当？あ本当？俺が最近ちょっと足元あれですねあれねあれですあれか次の週でったら月曜日以降の週で紹介します割とびっくりすると思いますよはいいやでも似合ってたっすよあマジで僕もんかいいなと思っちゃったっすもんあ本ほんとまあまあこんだけ一っちゃうとまた真っ暗みたいになっちゃうから真っ暗も前回これ買ったんですよいやでもこれ当たんないんじゃない当たんねえかこれは当たんないと思うわメーカー予想 してててみくださいよっっ言たらた分かるんですよナイキじゃなないやんででんこれ買ったかっていうのもまあ後々その動画1本撮る時にまた説明しますけど、はい、サンタスティック時代にお世話になってたって、はい、まあ言ったら僕がサンタスティック入った時にはもう辞められてた方なんだけど、はい、僕がお客さんの時の店長さんがいてその方が携わってた靴なの。<laughs> だから PR っていうことではないんだけどだそういうふうなお仕事されてる方でめちゃくちゃ久々にお会いした時に「GK ってさ」みたいな「これどう思う?」ってなって。 っこいいっすねって話してたら、いや、実はこれ俺やってて、みたいな。で、そこから、あ、この方が携わってるんだったら俺買おうかなっていうふうになった、ラジオ客がここまでにしておきますわ。イメージないからはい。それを踏まえて、何を買ったか、もしよかったら予想してみてください。なんならマジ僕も欲しくなったっすかねに。マジで、絶対当たらんくない絶対当たらんねす。だってイメージないもん。ないかイメージはないっすよ。あ、でも似合ってた似合ってた。おろそっす。す。す。まあ、もしかしたらね、ちょっとそっちの方も買うかもしれない。そうですね。まあまあ、ちょっと期待しててください。期待しててください。 もしよかったら楽しみにしていただけたらなと思いますということでスタイリングいみましょう今日のスタイリングなんですけど、うん、まあ本格的にあったかくなったとはいえ今日雨だったのであまあね夜は冷えるかなっていうことで今回クルネックまずキャップの方が無地のキャップになってまして、うん、だいぶ安いですね1500円ぐらいで買えるキャップになってます動画だったりとかでも初めてかぶった感じになってますねでクルネックの方はエイシロスアッパーハードルネックのクルネック着用してます、はい、でパンツの方はもう何回もすいません本当ラジオの時毎回これなんですよ、うん、カーゴパンツ履いてます あれ軍隊のやつ軍隊って言わないで着用します、はい、でスニーカーの方は雨降ってたのでクラックスのゴアテックスの方着用します、はい、あそれで言うと俺やべえ今日履いてきてるわあれせやんそうだ忘れてた危ない危ないそうだそうだ言っちゃダメよ、はい、すいません今日私はですね靴はすいませんあの後ほどということでちょっと隠しますけど今日はねハットこれ最近すげえ気に入ってでかぶってるやつなんですけどハットとカーディガンをバールで T シャツはチャンピオンの無テ T ですねでパンツはバックバックのシェフパンツ履いててちょっとラフかつまあ竹も言ったけど雨降ってるから肌寒い,いでございます そういう感じだったんで、えっと、カーディガンを羽織っているっていう感じですね、まあ、特に何もないですリ、はい、グナ・クラジックもかけて私っぽいような感じかなと思います。 今野くん最近さ、メガネかけてるの知ってる。レイバンかなかけてて。俺すげえ似合ってると思って。なんならその動画見た時に、l i n でめっちゃ似合ってるっつって話をしたんだけど。はいはいはい。今野くんも、キャップとかかぶるやん。かぶってますね。うん。B2 とかさ、これハット系もかぶったりするからさ。最近なんか、その、今野くん自身もそのメガネで気に入ったものがあったらしくて、かけてるんですよ。で、B2 に俺もこういうのかけたりするじゃん。すげえなんか、ここら辺がね、今野くん最近かぶってるんですよ。一回あるしますジーケンさんと今野さんあのトレードして、新潟男子の動画出て、僕と今 さんのラジオとかどう使うああ、え、話せる話せない。あ、いやだ、でも、た、あの、今野くんは、あの、話うまいし、回しがめちゃくちゃうまいから、それはできるかもしれんな。シャッフル企画的なシャッフル。企画、だから、並びとかの動画に GK さんが行って。あ、俺が並ぶだるいんで嫌です。<laughs> ダメなの <laughs> 僕があっち行くしかないやん。<laughs> 割と僕、あれですからね、その。の並びには結構ね、フットワーク軽いですから。<laughs> だから、交換して、原口さん、ここにいて、<あ>ラジオの企画で。確かに原口さんと差しでは話してみたいわ。でしょうん。なんか こここのとこにいててもらって、うん、僕はあっちはあっちで<ー>一緒に並ぶみたいなあそれおもろいかもねなんか面白そうじゃないですかあまあ今度来の字見てるか知らんけど、はいまあ、もしそれがねちょっと俺らの方で落ち着いて企画とかもしっかり回せるようになったらちょっとその話打診していきましょう、はい、いいじゃないですかありがとうございますと <laughs> いうことでございましてまあメインコーナー行ってみましょうか行きましょう、えー、皆様ボイスということでいこのコーナーはですね見えるラジオのメイン企画となっておりまして先週の見えるラジオの方でいただいたコメントをですね我々の方でランダムピックアップさせていいて 答えられる範囲で答えていくというような視聴者密着型コーナーとなっておりますありがとうございますはい。今週は何件来てました今週29件ですねあら30件切りましたいやでも多いんよ だしなんなら前回37件来てるからね多分恋愛話で盛り上がっちゃってるから盛り上がっちゃったからはいはいまあまあそういうふうな感じでですねちょっと皆様との交流という形で YouTube っていうツールではありますけれども交流していけたらななんて思ってますよ何かありますかじゃあ僕から聞かせていただきますキザクラドンって知らないこの CM 知らないです知らないかお酒の CM ですそんなありましたあるよはいキザクラドンさんありがとうございます つ質問です、はい、なぜアリダスとナイキは合わせてはいけないという風潮があるのでしょうか合わせたい気持ちをいつも抑えておりいつも何これ何て呼ぶでしょう。はかたわっている。はかたわってる 生き残っている。生き残っている。生きっているって何だと思うもどかしい的な感じじゃないですかちょっと怒ってるってことです。あ、そうなんですね。だから噴火みたいな感じなんですかまあ、噴火の噴やな。勉強になりましたね。勉強になりました。はい、ありがとうございます。たい。る今日この頃ですこのことなんですが、アディダスとナイキ僕もやっぱ合わせないんですけど、合わせちゃダメっていうことは絶対ないんですよ。ないんですけど、奇抜なファッションしてる人いるじゃないですか。例えば、バッピンクの服。ああいうのとかって結局自己満だと思う うですねおしゃれっていうかそういった感じで自己満でなんか抑えれるんやったらいいんじゃないですかって思いますね周りの目線はやっぱり痛いっていうかやっぱそう思う方もいるじゃないですかなんでアディダスとナイキ合わせてんだろうみたいな特になんかスニーカー好きな方ってそういうふうの思ってる方多いんじゃないですかっていう感じはしますけど確かに僕も合わせないんで難しいないいい自分で拾っといていやだジーンさんならねんか答えてくれるかな別にジーケンさんに振りたいなと思ってそういうこと 的には僕も合わせないんですけど、はい、逆に木桜ドンさんが何で合わせたいんだろうなって思っていてで例えばじゃあ色合いがすごくバチッとはまってるからっていう風なのがあるかもしれないんだけど今タカヤも少し言ったけど自己満の世界であったりするけどでも自己満っていう世界観っていうのって、はい、結局自分が良ければいいっていう風な形じゃん言い方を変えればさだけどダメだって思ってるその風潮に対して疑問を抱いてるってことは少なから ず他の人の目線だったりとかを気にしている方なわけじゃない、うん、だから逆になんで木桜ドンさんはそこまでその行き通りがを感じるぐらい合わせたいのかなって逆に思っちゃうっていうかそういう風には思うかななんか俺がなんで合わせないのかっていうといや純粋になんか自分自身が合わせてたりとかするとな,なんかこうモヤモヤするつうか例えばだよめっちゃじゃあ分かりやすく言うわめっちゃ野球好きっしょ WBC 優勝おめでとうございますおめでとうございます日本ねおめでとうございす けども、ね、はい。まあその野球好きじゃん、はい、ジャイアンツ好きでしょ、はい、ジャイアンツのユニフォーム着て阪神のキャップかぶってたら気持ち悪くないそういうことだと思う、うん、俺そういうことです相手もわかんないからあれなんだけどナイキの靴を履いて短パンでね靴下をハイソックスの靴下でアディダスって書いてたらそれと同じだと思いますジャイアンツのユニフォーム着てタイガースのキャップかぶってるっていうような感じそれでなんか理解していただけたら嬉しいからめっちゃわかりやすく言うて確かに,にね ややつをやってる風な感じだから自己満で貫き通せるんだったら別にいいいと思いますよただ風潮としてそういうのがあるよねちょっと来づらいよねっていうんだったら少なからず人の目を気にしてしまうそれが悪いことじゃないんでね、うん、ですけどちょっとこうなんでダメなんですかっていう風になるんだったらそういう風なちょっとずれみたいなのが生じてる部分は客観視した時にはそういう風に見えてる部分もありますよっていう答え方でいいかなはいそうですね大丈夫ですかすいません本当に「千桜 i さんねお酒ぜひ飲んでください」 久々かなこれ僕あれするのたくさんありがとうございますありがとうございます毎回コメント見ていただきありがとうございますこちらこそコメントありがとうございます,います先日マップラのトリプルブラックを2足買ってしまいましたと 2>, 2足ちょうどマップラの動画が出たのでコメントさせていただきました <laughs> ありがとうございます話が変わりますが昨日公式オンラインでフレッシュの新色が発売されました買いましたが自分は買えなかったですということなんですけどもまずマップラ <laughs> 動画俺あげたでしょ、はい、あの水曜日にそれであ今どのぐらいのサイズの展開なんだろうなと思って後本さんのやつ見たんですよ、はい もうちちっっゃいサイズしかなかなたです、えー、<laughs> 多分お俺の動画見て買ったっていうことじゃないけどまあちょっとラグあるからねそもそも、うん、がもう多分もう売り切れてたんだと思う2足買ったっていうことでまあ僕もねもちろんちょっと高価な買い物なので僕は1足でっていう感じだったんですけども僕も欲しいですよちょっとストックとしてはてあ,あまあお金があるなら2足行きたいぐらいはい行きたいですねまあでも次買うのは白かなあ言うてましたねそうそうそう、うん、もしかしたらでも再入荷する可能性だってありますから、はい、買えなかった方に関してもですねちょっと 根気強くチェックしていくっていうのはありかなと思いますとまあ、話変わってフレッシュまあオークリーですね買わなかったですはい <laughs> これ以上あのコメントをそんな買いましたかとか聞かないでくださいちょっとさしてくださいこんだけ僕が触れてないっていうことはでも欲しかったんですよねだけど情報はめちゃくちゃ発売の数日前ぐらいに初めて知ったからでも俺嬉しいのはまあ、別に買えた買えないっと置いといたとしても、はい、たくさんなはずじゃないですよ全体的な話でいくと絶、うん 実際に俺の YouTube でオークリーファクトリーチームのフレッシュとかそういうのをチェックする方が増えたわけじゃないそこは嬉しいわそれこそあの湧いたエアウォークのローファーねローファー、うん、もう結局オジェック紹介しなかったらそういうのも調べなく調べなかったかもしれない確かに確かにだから <laughs> なんつうのファンって言ったら変だけど <laughs> 変わってきてるんですよ皆さんだから <laughs> そう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 ん、僕結局ジョーダンはかないでしょタケ、はい、だってはかないわけじゃない <laughs> だしそのトラビス・スコットのどうのこうのとか ぶっちゃけどうでもいいやん <laughs> どうでもいいとか言っちゃダメよ <laughs> <laughs> どうでもいいよないいでも <laughs> 俺はマジでぶっちゃけのでどうでもいいのよ、はい、はかへんからねはかないから、はい、だからといってその狙ってる人がダメとかって話じゃないんだけど、はい、でも少しずつ少しずつマインドが変わってきてることが事実じゃんでこういうふうになって実はスニダンとかでもだって俺が狙ってた時のスニダンになかったからねそうなんですねないないない あのオーークリっっっってててたたたららサンングラスだだけしかてかか出こなな僕らのチャンネル見た方が早いいでですよっていう話なんですよよう話ん今のうちに僕らの情報だったりとか動画で取り扱うものをチェックしといた方が早いですよ。他の人たちよりもっとは言いたい。最終的には拾われるかもしれないけど。そうそうそう。だけど、もともとみんながこの靴のカテゴリーしか見てなかった人たちがちょっとずつ離れていって違うところのカテゴリーを見始めるようになってきてる時代だからそこをいち早く俺らがこれ実は買ってめちゃくちゃ調子いい ですよっていうのをみんなやらないじゃん。オジェックも特にそうだったじゃない。そうそうそう。オジェック一番分かりますから、ね。そう。だからそれを皆さんが見て、あ、これ今かっこいいんだとか、これ俺もちょっと履いてみたいなっていう風になれば、あなたたちもここの。 カテゴリーから逸脱して、もうここがダサいとは言わないけど、もう結構荒れとるやん、ぶっちゃけ。<laughs> 宣伝された方に行ってる、掛け橋になるようなチャンネルになればいいよねっていう話。理想ですよね。そう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 。で、うん、それが、オークリファクトリーチームのやつもそうだしっていう。俺は結局、YouTube とか、がっつり前に出ない人たちと、の先輩方と、ありがたいことに繋がってたりするから、本当に俺もある種入れ知恵なのよ。俺書いててめっちゃ調子いいよ、みたいな。GK も変えないよとかって言ってくれたりとか。まあ、イケてる先輩多い ね、いやまあまあありがたいことにね。<laughs> だからそういうので皆さんやってないからちょっとこれちょっと紹介してもいいですかつっておー、oh, いいよいいよって。じゃあ俺も買わなきゃなもうちょっと売り切れる前に買わねえとなあははみたいな感じになったりとかしてて <laughs> <laughs> っていうところから俺が紹介してたりしてるって言って <laughs> でそこでマスに落ちてくるわけそれがラジオだけじゃなくてもまあいわゆる8600人の方々はある種スニーカー業界ってちっちゃい世界だけど少なからず先端を走ってる。最先端とは言わない。<laughs> けど先端の方を見えてる部分はあると思ってます。 これは、自意識過剰に聞こえるかもしれないけど、実際そうっす。別に、いいんですよ。ジョーダンを取り扱ってたりとかする動画もある、あるし、うん、ダンクがどうとか、じゃあアディダスの、なんちゃらがとか、そういうなんかこう、ある種引きが強いものを取り扱うチャンネルって、やっぱりそれって再生回数伸びるし、はい、皆さんが求めてるものだから、それいいんだけど、じゃあその中で今、GK たちは何を見てるんだっていう見え方になってたらよくないよい。よい。よいでしょ。よき。だからそこなんだよね。俺だってもちろん10万人とか、何万人とか行き 行くためにはじゃあどうしたらいいかって俺がほんとに欲しくないけどなんかそれこそジョーダンのトラビス・スコットのみたいな紹介,して、ね、紹介してこれ買ったんですスニーカーズ当てましたって言ったらそれは何万回再生もしかしたら行くかもしれないチャンネル登録者数もその一本で100人200人行くかもしれないその増え方は嫌なんですよ自分じゃないからねそうわけ分わからんよ、うん、俺はいきなり「いやトラビス・スコットの」みたいなこの曲でハマってみたいななんかすげえわけのかんないなんかんないハマるかもしんないいやハマるかもしれないけど <laughs> でも俺ジョーダンのあれはしないかなまあまあ だからちょっと話がなくなりましたけどもなんかそういうふうな感じで僕らのチャンネルは見ていただけたらなと思いますありがとうございましたじゃあ次僕いきますね山まさんですね山まはい山まコメントでいただきありがとうございます山まです自分は映画が好きでよく見るのですが好きな映画ベスト3好きなシーンなど知りたいですあなるほど間違いなくマーベル最高ですマーベルを語りたいフェーズ2編楽しみにしてますありしいとことなんですああ映画を語る回をやりたいねでもね普通にえバック・ツー・フューチャーだっけ バック・トゥ・ザ・フューチャーですね。一番好きなのがバック・トゥ・ザ・フューチャー。ザ・フューチャー。好きな映画一個ずつ言いましょうなんか。ここでああ、じゃあいいよ、じゃあ先にバック・ザ・フューチャーの。俺、俺も好きだから。軽くよ、軽く。軽く。バック・トゥ・ザ・フューチャーも今言っちゃったんで、また別ね。別だよね、個言うやん。だってバック・トゥザ・フューチャーはまた別でちゃんいいよ、どうはいはい。ワイルド・スピード。ワイルド・スピードは俺通ってないんすよ。好き嫌いあるじゃないですか、ワイルド・スピード。 なんですよそもそも。ああ、そもそもね。うん、確かに。最初、正直、ワイルドスピード1、2だったりとかって、別に好きで見たんじゃないんですよね。うんですよ<ー>で。親父に連れてかされてああ、なるほど。連れてかれて。それで見たんや。で、年を重ねてった時に、それこそ東京ドリフト3終わった後ね。うん<ー>。マックス4作目、4歳のうの子ね。北川景子とかも出てるんですね。あ、そうなのそう。で、レイキボーイズやろレイキボーイズ。えーぐー、ぐそう。でも、その後の4で、やっと面白いと思ったんですよ。ストーリーとかも含めて。<ー>で、いろんなその今までのやつだったりとか見て、もう全部。 そっから見るよううにななたんでですすけど今は正直ワイルドドスピーも車のの映画じゃいね違アクション強すぎて車で宇宙行ったりとか空飛んだりとかありえんのっすよ普通になるほどねでも車めっちゃ出てくるんですよやっぱり特に日本車好きなんで僕日本車めっちゃ出てくるのが海外の映画ですけど日本車ってすげえんだなって思える映画かなと思いますそんな感じですねそんぐの感じお願いますそぐらいの感じでそんの感じでタカに言ってるけど俺はレオンだ 俺人生で一番最初に好きになった映画がレオの、えー、見たことある <laughs> 見たんですよ。見たんだっけそれこそ、俺が言ってから見たの言って見たんですよ。あー、オッケーオッケー。まあ、レオンっていう殺し屋がいて、で、まあ、いろいろあって、マチルダっていう女の子がいたの。で、同じマンションというか、の階に住んでて、マチルダは家族で住んでたけど、ちょっと家族内で省かれてたというか、不良少女じゃないけど、ちょっと道外れてるような感じの女の子だったんだけど、ある時にちょっと、レオンと会って、女の人と子供は殺さないっていうルール、自分自身のルールのもと、クリーナーって言って、まあ、 いわゆる殺し屋 をやってるわけですと。と殺し屋っていう仕事が天職かのように完璧にこなすと。ただ、マチルダとの出会いによって、徐々に人間味が現れてくる映画なのね。はい、その中でね、はい、スタンっていう刑事がいるんですよ。はい、そこの三人の、まあ、ある種映画なんですよ。はい、まあ、いろいろちょっと麻薬だったりとか、そういうのも結構こう関与していくんですけど、めちゃくちゃ名作だから見たことあると思うんだけど、はい、見てほしいのは、マチルダっていう女の子演じているのがナタリー・ポートマンなんですよ。その子が一番最初に。 出た映画なんですよ今、ナタリー・ポートマンってスーパー大女優やん。マチルダ役で出たナタリー・ポートマンが、まず可愛い。はい、だけど、その演技力が世界的に賞賛されたんですよ。リュック・ベッソン監督なんだけど、次回作もあったらしいの、実は。まあ、マチルダがレオンと関わることによって殺し屋になるっていう風になって、まあ、そこは分かんないですけど、はい、そういう女版レオンみたいなのをやろうとしてたのかな。はい、でも、ギャラがギューン上がって作れなくなったっていう話も聞いたことある。あ<ー>あ、ある説で。ね、キャストは。 そう、うん。説ですよ。その演技力。で、さっき言ったけど、レオンの機械的。もう完璧にこなすけど、徐々に徐々にマチルダとの愛とは言わないけど、そのも、なん、なんて言っていいかわかんない、家族愛とも言えないし、うん、そこの愛が触れることによって、レオンが人間味を増してくるっていう、見え方。そ,そして、ゲイリー・オールドマンっていうめちゃくちゃ渋い俳優さんがやってるスタンの狂気さ。これです。この3つです。だから、俺、 ちっちゃい時にいいなって思った感想は、レオンかっこいいなと。中学校、高校ぐらいの時に、マチルダってすごい可愛らしいやんってなったの。二十歳ぐらいになった時に、スタンのこの狂気じみた感じなんなんみたいな。なんかゾクゾクすんやけどみたいな。それと、あとリュックベッソンの演出の仕方なのか、あれはね、100年後でも語り継がれる名作ですわ、あれ。<ー>と思ってます。最後のシーンとか、リュックベッソンのあの、このカメラのやつとかは、あれは痺れますね。 どんなんなんやろうなワイルドスピード遅っすけどね僕レオンも遅っすけどねレオンは多いと思う見たことある人多いと思うしねコメントくださいそれもはいぜひお願いしますまあマーベルのフェーズ2編とかもちょっとやりたいなと思ってるのでもしよかったらチェックしてみてくださいお願いしますありがとうございます元 F さんですね元 F さんありがとうございます元 F さん分かってるんですよね拾いそうなコメントしてるです確かに確かにマスターボーシャルチャンネルのお二人にご相談です気候も暖かくなっててき と思いますえそんな中グレーの T シャツを着たいのですが汗染みが気になるので毎日白か黒しか着れません何か良い対策はありませんでしょうかということなんですけどありますか対策逆に知ってたら聞きたいすごい元トエフさんに近くて夏にグレー全然着れないんですよ<ー>特に汗かきなんですよあそうなの白 T は結構着がちなんですよねああ、うん、まあめちゃくちゃイメージあるわ熱いからなんですよ熱吸収するからそう <laughs> マジでここなんですよ元トエフさんの言ってるところで<ー>だからグレー着たい僕も 教えてジーケンさんうるさい俺もうめっちゃ汗かきっすよめちゃくちゃ汗出るんですよえそうっすかうん出る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 けどグレーきますよこっべっちゃうだったらさすがに嫌だけどだけどまあまあまあ別にえちょっと話変わるんすけど汗ってどこ一でも脇中すかあ脇っすか背中なんですよ一番だとしたらタンクトップでいいやんこことかならまだいいんすよ見えないからこそ怖いんすよ一回ディズニーランドに行った時にシャツ着てたんすよ見えへんやないですか 歩んでる時に、もう耳めっちゃいいから聞こえたんですよあ、ミフィって言うなこの人ジャちゃ汗やばいみたいな <laughs> <laughs> 言われた <laughs>、うん <laughs> それちょっと嫌だね。ちょっとトラウマっていうかコンプレックスになるな。<う>え、だからタンクトップ着るやん。T シャツ着るやん。じゃなくてタンクトップにシャツ。タンクトップにシャツ。あ、タンクトップにシャツはそれはそうか。いや別に、なんか、いやビッチョビチョで範囲的に色変わってる感じが見られるんだったら確かにちょっと俺も嫌だけど、アトラクション系した時とかは着ない方やん。グレーとか。確かにうう。<私>まあ言ったらシャンブレー系も目立つから、はい、それはただただ失敗だと思う。だけど、例えば、移動するとか、屋内に入ったりとか、 でどううのとかってていいい場合は別にグレーもだけ逆にだから外でグレーを着なければいいだけの話なんだね。ああそうね。だから去年ね、初めてオーバーサイズのパックティーでグレー買ったんですよ。外で遊ぶときは絶対着ないんですでしょで、こういうところに来るときとか、極力外にいる時間が少ないときに来てた。それでいいよ。違うそういうことじゃなくて。あ、そういうことだからええ分からんけど。だから、モテさん、どこに行きたいかによるですけど、ディズニーランドにグレーはマジおすすめじゃないです黒も まあ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 そう、ね、ただその目立つ目立たないで言うとグレーの方は目立つよもちろん目立つけどでもく黒もここら辺とか背中とかもポツポツポツパツってなってたりする人いるよだけど別にそうやって思うけどな俺正解は場所選べってことっすよねまずグレーの T シャツ着たいんだったらそういうアトラクション系の方行くんだったら俺も確かにグレーは選ばないかもしれないけど、うん、そういうのはあんまりないから家から事務所行ったりだとか家からお店行ったりだとか家からどうのこの行ったりっていうぐらいの行動範囲だから別にそこは俺 あんまりこう気にしたことないかな。汗はかいてるし染みてるよもしか、だけどあ染みてんなと思ったらこうやってやるだけ。えもう見せないだけ。対策あるわ。何？いやハンドタオル。ああまあまあまあ。汗出てきたなと思ったらハンドタオルで拭くと意外と止まる。ハンドタオルはいや持っててくださいよ。チケットとして持ってた方がいいじゃないですか。ハンドタオルね。ハンドタオルはいっていうような感じです。マジで夏嫌いっすね僕。いやいやそんなこと言ってもしまいやもう。ありがとうございます。はい山田ジャパンさんありがとうございます。ありがとうございます。ベロファシス 3月25日発売ですそれは知ってます <laughs> 知ってるんかい出の星の3月25日は前々から言ってたんで、ね、す言ってたしなんなら野崎さんと話しましたつっとやん DM で欲しすぎて欲しすぎてだから3月25日やん26日がどっちを買ったかって話やん買うこと確定してるんですか買うことは確定してるどっちかを買ったとしても後ほど買うよもう一個は今はちょっと一個しか買えないちょっと諸事情があって諸事情ともこ,これやん <laughs> やめな <laughs> やめなとか <laughs> <め>な, <laughs> なかなか今は使える金がないんですけどなるほどです、はい、ちょっとす まあ楽しみにしててください、はい、それも26日アップだから買ってる方いるんですから、ね、それに関しても買いましたっていう人がいたらコメントくださいっていう感じですありがとうございますはい T さんですねおめでとうございますありがとうございます面白かったです T さんかないつも「面白かった」ですって <laughs> くれるんですよね <laughs> <laughs> あれです毎回他に何も言わないんですよ、うん、面白かったですいつもいつも嬉しいですよね <laughs> 嬉しいからありがとうございます <laughs> 先ののトレンドや情勢話も聞きたいですこっち側のトレンドもあるしこっち側のトレンドもあるし我々ははここっちではなくこっちちでなくのトレンドだけどそれが T さんにとってハマるかっていうかその視聴者さんがハマるかっていうのはまた別の話だから、うん、だからさっきの話でちょっとかぶっちゃいますけどみんなが盛り上がってる中 GK たちって今何をチェックしてるんだろうとか何を紹介してるんだろうっていう っていう風な感じで捉えててくれれたたらももっっっと面白かったですって言えるかす言るしれませんね別になんかトレンドを追ってるっていう僕らはね全面的に推してるような感じじゃないので何今狙ってんだろうとかそんな感じでちょっと見てくれたら嬉しいかなと思いますねすいませんいつもありがとうございますありがとうございます本当に面白くなるような動画頑張って作りたいなと思います、はい、じゃあウェブ王さん、はい、いつもありがとうございますあります 春がもうすぐそこですねこんな季節の変わり身に春におすすめな小物紹介してほしいですとのことなんですけど小物俺じゃねな最近で、ね、ちょっと僕ね追加で欲しいなと思ってきてるのが、うん、ネクタイ欲しいなと思って。 古着だったりとかでもいいんで、ブランド物でなんか欲しいなと思って,て。はい,はいはいはい。なんかネクタイ欲しいですね。これからシャツ系だけの1枚とかが多くなってくるんで、それにプラスアルファネクタイだったりとか。それはでもだってさっきの話で言うとさ、首が締まるとギュンとはやんないけど、はい、まあそれなりにここのい第1ボタンぐらいもある程度締めた上でやるわけじゃないはい。 暑くならなららいの春だからまだかまじゃあちょっと本当に限定的な感じのスタイリングとしてネクタイを取り入れたりとかああそうああそうそうそう夏とかは僕そんな、ね、ロングのシャツとかも着ないですし、うん、上までと買わないと思うんですけど、うん、今の気分でやっぱネクタイ欲しいなと思ってますけどね、うん、僕は特にないです小物はあんまりピンときたのがないですねあありりがととうございまますすサバレットさん サバルタさん傷は言えましたか <laughs> でもコメントしていただくっていうことは元気になった証拠かなと思いますよ「えポロのシャツ企画楽しみですと」と<い>、えー「僕はビッグシャツが好きで玉数は少ないながらに集めてます」ということなんですけども「ミエラジの方が白くとかすごいいいなと思いましたもし開催するなら予定をこじ開けてでもいきたいです」<laughs>「992GG」は僕も持ってるので今週のラジオは恋愛話もそうですが序盤からテンションばっかりでしたということなんですけども「992GG」嬉しいですね、99はあれか井関さんじゃですかあ,あそうですなるほどねな,なんかねサバレタさんねこのコメント僕を見た時に多分ファッションすごい似 似てるんじゃな確かにビッグシャツとねニューバランスとかとね。そう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 。<laughs> でもサバレブさん結構箇所合うんだなってこのコメントで思いましたね。ビッグシャツねやっぱり球数僕も少ないんですよ。そ、うん、そもそもあんまり ルー出てこないあそうなんだですラルフロールって数多くいろいろあると思うんですけどこれっていう多分サバルタさんも一緒だと思うんですけどシルエットのシャツってなかなか出てこないんでんまあお互いに探していっぱいこれからも集めていきましょう <laughs> 今言ったのもいろいろ種類あるんでしょコロナのいろ種類ありますそういったところもちょっと紹介しつつっていうような動画になればいいよねはいシャツ企画はね、はい、自分的にはなんかこれなんか需要あるんですかねとか言ってたでしょこれ、うんはい、あるじゃんっていう感じですかねありすやっぱ意外とシャツ好きなんだなってみんな全全部が全部がャツだロン T だンーカー やだだっていいうベタななねアイテムだけじゃないやんまあ、確かに。そう。だから、まあ、そういう風なのも、ちょっと紹介していくのも、スニーカーチャンネル兼ファッションチャンネルみたいな感じの、立ち位置としてなってるわけですから。<laughs> まあ、ちょっとやっていきましょう。っていう感じです、ね、はい。お願いします。はい。続いて、えはい、でデミさん。ありがとうございます。はい、えー。久々のコメントかなマップラ特集の動画を見てからコメントしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、アトモスといえば、この間、仙台から都内へ行った時にアトモスに寄ったんですが、ジェイケンさん的にサロンはいかがでしょうかえー、定価3万ですが、XT4 が欲しくてたまらんですということなんですけども、あ、仙台の方なんですね、デミ そうなんですよ、ね。なるほど。XT4 行くんだったらですよ、僕は。だったら僕は ACS Pro 行きたいですね、これ。行くならですよ、僕が。っていうような感じです。だから、XT4 って、なんかみんな入っとるやん。今となってはみんな持ってるですね。ね。山本さんなんて、6、7年前ぐらいからあサロモン入ってるからね。いや、なんよ、モトさん。いや、サロモンを、ぶっちゃけ今、市民権得まくってるから、俺はですよ。別に、今買う人がいたらあれですけど、今、別に買わんでもいいから。で、買うんだったら、 しかも3万前後の話するんだったら3万3,000円の ACS プロ欲しいかなって感じで、ね、でもかっこいいとは思いますけどね、うん、自分の場所に合うと思うんですよ。や、うん、やっっっぱぱそこでやっぱみんな持ってるから、うんまあ いいかなってなっちゃう。3万出すなら他の靴使うから。あ、そう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 。そういう風になっちゃうよね。結局ね、これやったら多分買ってるんですよ。買ってから。あったら買ってると思う。あ、俺もあったら ACS Pro? 買ってますよ。ファッションの幅それ広がるそうじゃないですか。広がると思うね。だから買ってますけどね。いかんせん金がないです。やめな。そしてごめんな。なんか、俺から。違う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 。なんか、そういうのじゃなくて。公開処刑みたいな。そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて。貯金も大事なんで。めちゃくちゃ詰めてくるやん頑張って、俺のブランドをちょっともっといろいろ頑張って。 YouTube も頑張ります、はい。やっていけば給料も上がってくると思うんで。うん、はい、なので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> なんでこんな裏事情を説明じな <laughs> いの？イオリさん。 いおり28さんか。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。この方は、僕も、たけも、知っもしてるでしょ。ああ、もう前からね。ね、お世話になってる方、ね。お世話になってます、ね。はいあ。ありがとうございます。ありがとうございます。たけやくんのラルフシャツ企画楽しみです。おすすめ古着屋も教えてほしいですね。おしゃれなお二人。たけやくんはさておき。たけやくんはさておき。楽しわ知り合いですから。仲いいですから、はい、そういうふうに。さておきってやばいね。ジーケンさんが彼女、カッ仮にしてほしいスタイリング組んでみてほしいです。<laughs> これちょっと面白いなと思ったの。 立てて、こういうふうなスタイリングしてほしいっていう風にするのも面白いんじゃない。女の子入れれば、再生回数伸びるかもしれない。さっきよりもっと裏事情する。<laughs> 誰を立てるかやね。それでいうと。そこにね。いや、でもね、これ結構ね、むずいよな。むずいよ。だ自分。 っていうか、幅知ってるから自分で合わせれるじゃないですか、スタイル知ってて。その女性をスタイリングってスタイリストやからね、それ。いや、そうよね。本当に。そう。だけど、一個あんのよ、俺。やってほしい感じのやつ。俺、こんな女の子いたら、顔が可愛いとかじゃなくて、はい、あ、こういうセンスの人ですか。ってなっちゃうっていう。あ,あ、に。ううスタイリングが一個あんの。はい、ちょっとやってみようか。ちょっと自然に、それは人も大事だと思う、ね、いや、もちろんね。ちょっとそこ相談。はい、僕よりも、あの、彼の方が女友達。 やめろ、なんか、シャローみたいな。多いので、セッティングしてもろて。でもね、は、ここで俺、初めましての女の子も、ちょっと話変わるから。そうや誰、誰かなまあまあ、ちょっと、よりさんありがとうございます。ちょっとなんか、考えておきます。よりさん呼んでくるそれ、それもワンチャンあるかもね。いや、まあ、そんな感じでありがとうございます。ありがとうございます。彼女仮ですからね。おい、な、なだからさて、起きかとか、なんかもう、プラスで考えてくだあ、そうや、ありがとうごます。確かに確かに。じゃあ、次行きます。マサル教沢さん、コメント読んでいただきありがとうございます。春夏、秋冬ともに、 パンツ系を期待してます、はい、白パンのやつエアマックスの紹介の時にジーケンさんが履いてきたパンツめっちゃ刺さりましたあ,いやあれあれあれめっちゃうるせえやん <laughs> 近々ちょっと紹介させていただきますもう少々お待ちください <laughs> そうやなちょっともったいぶりまくってますけども, <laughs> もう少々お待ちくださいって感じマジでいいでもやっぱね難しいよねパンツって あれゴムだから別にいいんだけどそう履かないと分かんねえしっていう肌触りも履き心地もさあれ正直いい,い,いじゃないでもいいとは言ってるけど売る側って何でも言えるからもうマジでこだわりましたとかって言ってる人も実はこだわってない人いるからそれは俺じゃないっすよ <laughs> 俺,は俺はマジで一から全部寸法決めてたり <laughs> するからそういうふうなイメージで見ると僕がこだわってる方だとは自分では思ってはいるけど <laughs> でマジでこだわってない人いマ,ジマジでこだわって 本当によってこだわってんのかっていうふうな人もいるから俺からしたらお前それありものやんけとかね誰とも言えないし別に頭に思い浮かんでる人はいないけど僕からしたら本当かそれっていう人も正直いなくはないからやってると分かるんやそうそうていうか思ったジーケンさんのアパレル買った後にそういうやつのやつ買うってあれってそういうやつのやつそういうやつのやつ分かるんよ分かりませんって思うけどそもそもそういった人たちの俺洋服買わないからなそうだね Gracias. <laughs> 夏でも履けるようなリテールだったりしますから、うん、そこに関してもですね、ぜひチェックしていただけたらなと思います。はい。はい。最後、秀デ兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。恋バナ、えー、日本は平和でいいね。結婚する前はガッツリ恋愛した方がいいと思います。<laughs> かといって出会いがないとか、諸事情があり、恋愛したくてもできない人たちもいるはずです。そういった方々は何するときにワクワクしますか自分に正直にワクワク体験をしまくりましょう。あ、これはあれか。<laughs> あの、今話したけど、皆さんに伝えてますね。<laughs> 俺、我々ではない。俺らじゃなかった。ごめんなさい,い、ごめんなさい, <laughs> い。きっと楽しく抱えていれば男性も あ確かにな確かに。俺らじゃなかったな。ごめんなさい。でもワクワクするのは何してる時にワクワクします結局それて楽しい時がワクワクやないですか。うん、もちろんもちろん。割と場面なんですよ。何か何するにしても。なんかここ行くとか。僕予定立てない方がワクワクするかもしれないですわ。何でもかなでも僕何でも楽しめるコース。ああ、でもそっちかもね。俺は洋服作ってサンプル着た時が一番ワクワクする。もうね。それはマジで服好きなやつ。 <laughs> で、ワクワクするやん。ワクワクして、徐々に発売日に近づくにつれて、めちゃくちゃ緊張して始める。不安でしかなくなる。大丈夫かなみたいな。でも、いや、俺的にはこれめちゃくちゃいいと思うけど、皆さん気に入ってくれるかなじゃないけどさ、なんかそういう風な感じになってしまってる部分があるかな。ずっとだと思うよ。ここで怠惰になってさ、なんか、あ,あ、ま、次これでしょって、来週じゃあこれで、あ,あ、こうして、こうやって、はい、お願いします。って言うんだったらもうやめた方がいいから、あのデザインいけるかなみたいな、ぐらいの緊張感は、やっぱないとダメだし。俺とか うん、やはり洋服作ってる人たちはまあ皆さんが知ってるようなねブランドのディレクターさんとかであればまあいいけどさ、はい、別にじゃあ僕が作ってますっていわゆる自分がこう前に立ってね言ってる人たちからしたらその気持ちって絶対忘れちゃいけないと思うんだよね一個一個のアイテム自体にそういう風な気持ちを持たなきゃいけないかなって思いますね、はい、まあ以上ですでもヒデ兄さん言ってること間違いないですねやっぱ楽しんでる人ってモテるモテますからねあそうそうそうだと思いますよって言ってる俺があんまモテてないんだけど自 <laughs> <laughs> 自分自身は今は今 そっちの方に全振りしてる部分もあるので、うん、なんか恋人がいたらもちろんいいけども恋人がいなくても別に僕は事書かないかなとは思ってるかなって感じですね。キリ,リンさんのお言葉でした ありがとうございました。っていうような感じですかね、今回は。はい、恋バナ系に関してはね、あんまり今回は触れませんでした。すみません、いただいたにもかかわらず、触れなかった部分がありましたけれどもですね、さすがにもう何週にもわたって恋バナばっかしてると、本当になんかブルブルになってきそうだったので、ちょっとここで一旦こう、区切ろうかなと思いますが、失恋しましたとか、彼女ができましたとか、<laughs> なんかそういう結婚しましたとか、そういう風なコメントをいただければ、もしかしたら恋バナゾーンに突入する可能性はありますかね。まあね、可能性ありますけどね。はい、まあ、本当にこういう風なね、ファッション系もそうだし、靴もそうだし、カテゴリーとは 別にね実は受験合格できましたとかさ、か本当にそういう風な場にしたいっていうのもありますから、な、うん何でもないコメントでもいただけたら、僕らは拾っていきたいなと思いますのでですね、なんでもないコメントでも、なんでもいいので、コメントお待ちしておりますっていう感じですね。引き続き27回目もそういう風な感じで締める感じになりますが。ということで、今回はね、ここまでさせていただきます。28回目の見えるラジオもぜひ楽しみにしていてください。おいしい。あ